はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちらコメントでコースリクエストいただきました。しゃがむだけでゴールできるって本当？やってまいりましょうか。さあ、どういうコースなんでございましょうか。特にゴール条件とかはない感じ。しゃがむだけでゴールできるってなんだ？はあ。え？あ、できないね、ゴール。ここに、ああ、そういうことか。え、どういうこと？ちょっともう一回やっていい？え、これはこうだとゴールできない。ジャンプしてもこうしゃがんだら、あ、ここでしゃがんだらダメなんだ。でもこう突っ込んでここでしゃがむとってこと？あれ、いけないよ。あれあれ、さっきどうやってクリアした？あー、なんかあれか、微妙に大砲の上に乗っかればまあまあいけるっていうことなんかな。というわけで、コースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。いいですね。うわ、やべえ、10秒ぐらい残る初心者向け60秒スピランがクリア率367分の0だって相当難しそうだね。ちょっとやってみようか。なんと制作者さん、米印、人ではありませんとのことですけれども。恐ろしいコースだね。さあ。制作者がもはや人間ではないというね。ここ調整いるんだ、難しそう。はい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 、これ多分流れでいけるようになってるか。なってるね。あ、ここ流れでいくむずない？でも時間10秒ぐらい余る。ほんとかね。おお、よいしょ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 、こういうことですね。ここトゲどれかに当たっちゃいそうな気が。はい、こうで合ってるか。あぶねえなあ。まあまあ、でも2マス隙間があるから。これはなんだ、鍵を取って帰ってくるのか。このコース本当に時間あんのか。いや、帰ってくるわけじゃないんだ。パウ連打ね、パウ連打。これはちょっと頑張って連打しまくりましょう。あんまりできてないな。え、でどうなってんの。あー、で鍵に入るんか。あ、いや、これはワンチャン復活するよ。ちょっと待ってよ。あー、復活するよね。これ入るん結構なんか何気にむずいな。しかも勢いついちゃってるから。まあでも10秒残るんだよね。は？は？ああ、そう、え？ん？何これ。で、なんかわかんないんだけど、ここにこう耐えとけってことか。で、もう一発来るでしょ。で、そしたら右への道が開くから、こっちで合ってんのかなこれ。なんか複雑な。あれ？ゴール？え？ダメじゃん。なんだこれ。ここにある。なんだそのドア。そのドア何？ここにうまいこと入って、このドアはどこに繋がってんの？ゴール？あ、こっからゴールってことか。あ、そういうことか。なんか不思議なコースだったね。ん？やってまいりましょう。なんですか一体。はあ。え？いや、無理だよ。いや、スレスレでスピンして乗ったとしても上トゲがあるから、いや無理だよこれ。何かが あるね。なんかあるね。何がある。え、こんだけ、こんだけ。おー、パウだ。パウパウパウでガガガって倒す。とりあえず、はい。あんまり倒せないな。ワンチャンいけんかな。でもちょっと待ってよ。当たるよね。まあ、ということはこういうこと？地道な作業だね、またこりゃ。でも多分そういうことだろうね。これをして詰めていけよっていうことかな？まあ制限時間とかも特にないコースなので、まあこういうことなんでございましょうかと。40秒スピードラン、なんとなく中級者からやってまいりましょう。一応今のところクリア者が出てないですけれども、まあまあ、さすがにね、初心者ではないと自分でも思ってますよ。初心者ではない。かといって上級者でもない。永遠の中級者という感じで。思ってますけれども、はい。これは流れに沿っていけばよろしい感じ。ここの判定えぐいな。オッケー、抜けた。やった。ここ抜けんのがめちゃめちゃ難しい。初手からこれ結構難しいよ。判定がシビア。さあ、せっかくあれを抜けられたからには、このテイクを大事にしたいところではあるけど、ワン、ツー、サン段、別に叩く必要はないんか。で、黄色とかね、これで表に帰って受けまして、トントントーン。んんんこっちか。あー、なるほど。これで赤とかに入っていける。こっちが表面で、こっちが裏面か。なるほど。これでこっちに戻され、うわ、3段ジャンプってことか。きつー。ちょっと早めから、
もういっそこういう感じのくるんでやっていこうか。はーい。でこれ P がもうぼちぼち切れるよね。3段ジャンプかな。はい。うわ怖ー。で これ当たる必要あんのかな。3段ジャンプじゃなくてもまあ届くか。こっちがどっちだ。裏面か。ゴールじゃね。ゴールっぽくない。5秒残り。はい、いける。1、2。え、間に合ってるこれ。あ、いけたか。いけた。うわーきつー。マジか。さっきのテイクそんなにタイムロスなかったかなっては思ったけどね。あ、でも今のところの壁キックとかもちょっと遅かったか。抜けれたことにびっくりしちゃって、ちょっと反応が遅いような気がせんでもないけれども、まあまあいけるとこまで行ってみましょうか。いけると、あ、なんかここショートカットできそうな気がせんでもないんよな。あ、あー届くか。よくか。6秒で、あれでもさっきとあんまりタイム変わってない感があるな。残り5秒どうだろうか。いやでも1秒以内の差なんだよな、そこの最後いけるかどうかは。どうですか。ダメかな。ここで0だったらダメか。これめちゃめちゃ時間ギリギリに作られとんね。まあまあさすがにないと思いたい。まあブーブー言うとるし、さすがにこれはないでしょう。はい、ドカンじゃない、ドア入ってまいりまして、バカまあまあいいですよ。はいはいはい。あ、6秒で入った。6秒で入ったよ。6秒で入ったよ。どうこれ今回割と早く来たというか、これ以上縮めろって言われてもちょっときついぐらい、結構ガチガチに来たつもりではいるけども、やったいけた。めちゃめちゃ時間ギリギリだねこのコース。なんだこれ、下から来るトゲの大群。さあ君はトゲの大群から逃げられるかな。250分の0か。これは結構難しいんじゃないかなと思いますけれども、さあやってまいりましょうか。制限時間は300秒あるのです。そういうことか。なるほど、スピランか。なんか一箇所で耐え続ける耐久コースかなと思ってたけど、一応なんかスピランみたいな感じなんです。これ投げるやつかな。はいはいはい、オッケー。でこれはちょっと待った、ミスった。これでこうで、これぶち、ちょっと待った、結構来てるねこれ。大丈夫、でも一発は絶対これ食らう。これワンチャンこれやり過ごしたらダメなんかな。なんかいけそうじゃない、やり過ごしても。あのピンクコイン絶対いるやつだこれ。まあまあいいや、いけるとこまで行こうとりあえず。はい。でちょっとピンクコイン取れてないからもういいや、無視していこう。はい。これピンクコインは絶対必須なんかな。まあないとダメにしても、なんか意外とこれなんかガリガリあんま関係ないんじゃないか説が。これはまあまあ関係ないわけないよね、このボム兵が。はい。いやでもまあ無駄なんだろうな、今ここまで来てんのとか実際。うわっ、うわー。これはかぶってよかったね。なるほど、ここ結構時間きついね。じゃあこれ食らっちゃダメだっけ。で、あ、ここ入っちゃダメなんかい。はい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 、いいよ、悪くないよ、悪くない感じだよ。でここはここにピンクコインが1枚あったので、こっち寄りつつ、こう、いいよ、いい感じだよ、すごくいいよ。ちょっと待って、ボーム兵があんまり早くこっちに来てくれないんだけど。あ、オッケー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 、あー、オッケー。はいはい、いいよいいよいいよ。マッチョ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 、わー、いった、やった。これ土管入ったらゴールだよね。あ、これワンチャンピンクコイン集めんでよかったやつか。あ、ピンクコイン集めんでよかったんだ。いや最後あのガリガリちょっとしゃがみジャンプくるんでよけたんはなかなかの神プレイでしたね我ながらちょっと自画自賛で申し訳ないけど、よいしょよいしょよいしょとしょいと。皆さん、こちらのコースを覚えていらっしゃいますでしょうか。50回以内にクリアできる人いますか。数日前動画にしまして、なんか最後たまたまなんか隠しゴールみたいなのがあったんだけど、それを見つけてゴールしたんだよね。で、いやそこのゴール以外にも他のルートもあるじゃないですかっていうコメントをいただきまして、つい数日前それの検証動画を上げたんですよね。他のルートはどうなってたのかなっていう、それぞれ概要欄に貼っておきます。で、いやで、この右上あるじゃないですか、この右上。この右上のトゲの下に黄色い土管があるところ。ここのルートは無理そうだったんだけど、なんかよく考えたらいけるんじゃないかというコメントがありましたので、それを今から検証していきたいと思います。
はい、帰ってまいりましたよ。結構ね、ここ戻ってくんのも大変なんだよ、本当に。確かにね、言われるまで気づかなかったけども、確かにこのファイヤー状態のまま、この先に進みます。で、食らいながらならば行けるルートがもう一つあるんじゃないかというね、ことだったんで、そちらに行ってみたいと思います。さあ、これで習慣を取るじゃないですか。で、この上とかに入っちゃうと別のルートに行っちゃうし、それぞれちょっと積みルートになってるんだよね。で、このリフトを動かすとここがゴールになっているわけなんですけれども、確かにこの右のルート行けるね。ファイヤーなら行けるね、確かに。ちょっと待ってよ。はい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 、オッケーオッケー。これ引っ込みます。じゃあ行くよみんな。はいはい、入れなかったです。はい入れないという結末でございました。はい、だからこのルートはさすがにもうないですよってことだね。よいしょー。